ハロー、エスリオテテのコウジュンです。このチャンネルでは、素敵にフラメンコを踊るヒントやダンサー目線からのボディケアのアドバイスをたくさんお伝えしています。よかったらチャンネル登録お願いします。さて、今日はフラメンコには切り離せない丸カールについてお話ししてみたいと思います。そもそも丸カールって何とこう聞かれてちゃんと答えられます？フラメンコを習い始めの頃、レッスンの中で先生が、はい、じゃあ丸カール次行きますと言いながら、こういろいろな動きの基本の動きをこうやるんですけど、もう意味も分からず、ただ先生の動きを一生懸命カウントに合わせて真似してたのを覚えてます。丸カールっていうのはそんなような動きをすることが丸カールだといつの間にか思い込んでました。で、まあほぼほぼそれでも不都合はなかったので、全然問題なかったんですけど、マドリッドでしばらく住んで集中的にレッスンをする機会があった時に、アンヘル・トーレス先生っていうちょっと年配のこう目と足が不自由な先生にちょっと集中的に習ったことがありまして、でその先生の自宅のこう4畳半ぐらいのスペースですかね、そのぐらいの小さなスタジオで一生懸命丸カールについて習ってました。もう全然冷や汗はかくんですけど、もう全然フィジカルなこう汗はかかないようなレッスンだったんですけれども、その時にまあ結構衝撃的なもう発見があったというか、教えがあったというか、まあ、それをちょっとお伝えしたいと思うんですけど、もうなんかこうやっぱり先生のこう言ってることを感じながら一生懸命自分で動いてみるんですけど、ノーコージュンノーコージュンってもうノーノーばっかりもう言われてました。でよく聞けと。で、丸カールっていうのはこうピトでテンポを刻んでいく、あるいはリズムを刻む、アクセントを刻むこと、これでも丸カールなんだぞと言われまして、もうこれはもう目から鱗でした。そもそも丸カールってこう足を出したり引いたりで手をこう使ったりというようなことの動きが丸カールだと思ってましたから、もう全然違ってましたね。もうこれはもう本当にちょっともうショックでした。そうか、丸カールってそういうことか。確かにスペイン語の辞書を引くと MARCAR 丸カール、印をつける、もしくはこうマークする、マーキングをするみたいな訳が書いてありますよね。そうなんです、マークしていくことなんですよね。アクセント、あるいは自分の刻むフレーズをこうマークしていく、そういう作業を丸カールっていうんだ。これを知ってからなんか全て自分の中の根本が変わりました。もうスタートがそもそも全然変わってしまったというか、もうそれによって音のこう刻み方というより音の感じ方、フレーズの感じ方、アクセントの感じ方っていうのが全然変わりました。なのでここは一つこう注意して練習してほしいところです。で、丸カールっていうのは踊り手の個性がとてもにじみ出る動きですよね。なぜならばそのリズムだったりフレーズだったりアクセントだったりっていうのをこう刻んでいくわけですから、踊り手それぞれによって感じ方は当然まちまちですよね。なのでとても研究の違いがあるテーマなんじゃないかなと思います。で、僕が思うに多分こうしちゃいけないとかこれはダメだとかっていうようなことってないんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろんその動きはこうしなきゃいけないとかっていうことはあると思うんですけど、その感じ方刻み方っていうことについては多分正解はないんだと思うんですよね。そこでまたアンヘル先生の教えを結構思い出すんですけれども、当時このアンヘル先生がこうよく言ってたのは、まあ、レッスン行くたんびに毎回同じことを聞かされるんですけど、最近の踊り手は音がちっとも見えないんだよ、音消して映像だけ見てるともう何踊ってんだか全然分かりゃしない、しかもみんな同じだ、うわうわうわちょ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 うわ、そんなの踊りでも何でもないね、悲しいねと、まあこんな感じでした。
まあ、僕なんかはもう早くこうもうキレのこうもうバリバリスペイン人のように踊れるようになりたいみたいなことしか頭になかったんですけれども、なんかアンヘル先生の中では全然捉え方が全然違ってたって言いますかね。それはそれでとってもあの刺激にはなりましたし勉強にもなりました。ああそうなのか。つまりコンパスの中に流れるアクセントだったりこう拍子だったりリズムの展開だったりそんなようなことをしっかり体で味わって、それをしっかり伝えていく、リズムを見せていくということがマルカールのベースにあるんだっていうことなんですよね。でここまでご覧いただいて、そもそもマルカールって何という質問に対しては皆さん答えが分かっていただけたんじゃないでしょうか。でこのマルカール出発点がしっかりとまず味わってそれを伝えるんだと、リズムを味わって伝えるんだとっていうところに始まってますから、正解は本当にないだと思うんですよね。逆に言えばもうどれも正解、感じ方は本当に自由ですからね。なのでじゃあそれをどうやったら素敵に伝えられるのか、素敵に見せられるのか、そういった観点から僕なりの試験をお伝えしたいと思います。多くの練習生の人はこうコンパスのカウントに応じてこう足を出したり戻したり、あるいは横に移動していったり、あるいは方向チェンジしたりというようなあのことを一生懸命練習してると思うんですけれども、一度その刻む場所に本当にしっかりとこうマークしていく、印をつけていくという意味で、何かこう印になるようなものをドンとこう落っことしていくようなイメージで刻んでいったらどうでしょうか。例えば僕の感覚ではですね、小麦粉のパッケージをこう上からドサッとこう落っことすんですよね、そのアクセントの時にね。でその床の上に小麦粉のパッケージが破裂して粉の山ができる、ドサッドサッドサッ、そんなようなこうイメージで足を振り出していく、そしてそこに体重をこう乗っけていくというような感じなんですよね。例えば三拍子系でこうドゥンカッカ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 、こんなようなリズムがあるとしますよね。そうするとこの大きいアクセント、ドサッ、もう粉の山がビューッとできる、カッカッ、ちっちゃい粉、ドゥンカッカ、大事なのはこの大きいアクセントですよね。もう本当にパッケージがポーンとこう破れて、もう粉の山がドサッとできる感じ、それをしっかりとドンイメージしてドン、あるいはこの6拍の刻みの中でもこう2拍ずつドゥンドゥンドゥン、この2×3 の刻みの場合もドゥンドゥンドゥンというように、大きな小麦粉のパッケージがボンと破裂していく、そんなイメージをしっかり持って、で体でそれを感じていくっていうだけで、おそらくボディから出てくるあのエネルギーは全然変わると思うんですよ。カウントでただ足を出している、足を踏んでいるっていうこととはもうそもそもの出発点が違うので、多分踊りの本質は全然変わると思います。言ってみればそのコンパスを調理していく、もう本当にそんな感じに近いんじゃないかなと思います。33222のパターン、12拍1コンパス、33222のパターンでもドゥン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 、もう小麦粉のこう山がもう本当にドン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 、全部で5つできる、そんな風にしっかりと味わっていく。で私はこんな風に感じています、コンパスをこんな風に感じているんですというようなことをこう味わいながら音楽を聴いていく、そうするとその人なりのリズムが見える動きに変わっていくんじゃないでしょうか。もう内部感覚がもう全然違うので、もうこれは多分別物になると思います。外側のこう体重移動どうのこうの、その腰の動かし方とか移動の仕方ということではない、本当に内部からの感覚がもう全然違うので、そこに外側のそういうテクニカルな部分を乗っけていくと多分全然違うものになると思います。さあ、どうだったでしょうか。
そもそもマルカールっていうのは本当にリズムを刻んでいくことなんだよ。でリズムは見えないとダメなんだよ。まあ本当に言うのは簡単なんですけどね、果たしてこれでいいのかどうなのかっていうのはなかなかこう自分の中で試行錯誤がきっとあるかとは思うんですけれども、この小麦粉のパッケージをポーンと落として、そのアクセントの上に落として、で粉の山ができていく、リズムの足跡ができていく、そんなようなことをイメージしながら一回踊りを再構築してみてください。体の芯からこうリズムの感じ方が変われば踊りは間違いなく変わると思います。リズムを見せていく踊り、頑張ってみてください。応援してます。ではまた。チャオ。